さあや、紀子さまご出席直後に、極秘入院していた黒田さや子さん。紀子さまが、久さひさまを腕に抱かれ、笑顔で愛育病院を退院された頃、一部政府関係者の間で、さあやご会任説がルフしたという。秋篠宮様の妹、黒田さや子さん、2006年当時37、が、夫の吉しさん、2006年当時41、に付き添われ、極秘に入院されたというのですが、 入院先や病状などの詳細が全くわからない。それでもしかしておめでたではないかと色めきたったのです。全国紙記者。紀子さまのご出産は2006年9月6日のことだったが、さやこさんが入院したのは2006年9月9日の土曜日だったという。早速、黒田夫妻の周辺を取材してみると、二人の住むマンションにほど近いスーパーの店員からは、意味深な答えが返ってきた。 先月まで、さやこさんは多いときには、週3回ほど来店されていたのですが、2006年9月になってからは、一度お見かけしたかどうかです。来店される際には、数人の SP の方も同行していますから気がつくのですが。一方、宮内庁関係者に当たってみると、そんな話は知りませんというずれない返事。宮内庁担当記者によれば、紀子さまのご出産の後も、 いつもと変わらぬ様子で御所を訪ねられ、残った荷物の整理などをされていたと聞きます。大変お元気だということでしたが、2006年9月10日には、天皇皇后両陛下が、紀子さまと悠仁さのお見舞いのために、愛育病院を訪れられている。佐弥子さんが入院していたとすれば、ご心配だったはずだが、両陛下はいつも以上に、報道陣に笑顔を振りまかれていた。 極秘入院は事実だったのだろうかさらに取材を進めていくとある医療関係者がこう打ち明けてくれたさやこさんが入院されていたのは事実です2006年9月9日にご自宅でお腹に痛みがあり夫の吉きさんと共に車で病院に向かわれたんです結局尿路血石症と診断されて大事を取って入院され天癖などの治療を受けられました 今は、すっかりお元気で退院されました。退院ではありませんよ。入院したのは、黒田夫妻のマンションから、さほど遠くない総合病院で、入院中は、吉木さんが、献身的に看病したという。佐耶子さんの退院直後の2006年9月13日、両陛下は、ご静養のため、那須御用邸に向かわれているくらいですから、入院も、あくまでぬんのためでしょう。結婚前から、 区内庁の次長らが中心となって、今回の病院を、小伏離脱後のかかりつけと決めて準備していましたから、入退院もスムーズだったようです。皇室ジャーナリスト。ストレスも関係する。では、この尿路血石症とは、どんな病気なのか。泌尿機械が解説する。尿路血石症は、珍しい病気ではありません。男女差はありますが、日本人の生涯罹患率は、 およそ10人から20人に1人、尿の物質が結晶化して、石のようになって激痛が走り、水分の摂取などで尿とともに排出させる治療法や、特殊な装置で衝撃波を発生させて、体外から砕く治療法などがあります。原因は、遺伝要因のほか食事の偏りなどが関係すると言われ、再発の予防には、バランスの良い食事が大切です。年々、罹患率は増え続けており、 文明病とも言われているので、ストレスも多少は関係するでしょう。前出、皇室ジャーナリストが解説する。さや子さんは、結婚後も、秋篠宮家とは親密な関係ですので、紀子さまの全置胎盤でのご出産を大変心配されていたのでしょう。また、雅子さまのご病状など、ご心配の種が多い両陛下にも、いろいろと気遣いされていたと聞きます。親王殿下が無事誕生して、 緊張ののがほどけたのかもしれません看病をした吉木さん自身も、忙しい日々を送っている。新部署に移動、昇進して1年以上が経過し、安定した仕事ぶりだという。審議会の調整などの担当ですから、自分のペースで仕事ができないことも多く、帰宅時間が多少遅くなることもあるようです。今も、若手の職員を指導する立場ですが、ちょうど、 段階の世代が辞めていく時期なのであと数年で係長に昇進する可能性が高い一層責任の重い仕事を受け持つことになるでしょう都庁職員